アルカノイドは、タイトーが1986年7月に発売したアーケードゲーム、および、それに始まるシリーズ作の総称。ブロック崩しから10年後に発表され、第二次ブロック崩しブームのきっかけとなった。投稿ではタイトーから発売された続編と、他社より発売されたアリューゲームについても解説する。当時すでに古典とされていた、ブロック崩しに画面上部を動き回り、 ボールが当たると不規則に反射する敵キャラクターやパワーアップアイテムなどといった新フィーチャーを導入し新たなゲーム性を提示した従来のブロック崩し作品と異なるもう一つの特徴はパドルの操作に使うパドルコントローラに従来の可変抵抗を使ったものから光学センサを使ったロータリーエンコーダを採用したことであるその特徴とメリットについては パドルコントローラ構造を参照。1986年7月に稼働を開始したシリーズ第1作目。本作は一大ブームを巻き起こし、他社から多数のブロック崩しをリメイクしたゲームが発売されるきっかけとなった。本作のオリジナル要素として、破壊できないブロック、耐久力のあるブロック、アイテム、敵キャラクター、最終ボスの導入がある。 1987年には台東アメリカとロムスターからトーナメントアルカノイドがリリースされている。これはアルカノイドと同じゲーム内容でタイトル画面が変更され各ステージのブロックの配置が一新されて難易度が上がっている。日本国内では未発売で米国のみで販売された。操作はパドルコントローラと1ボタンでバウスを操作してエナジーボールを弾き返し 破壊可能なスペースウォールをすべて壊せば、クリアとなり、次のラウンドに進む。エナジーボールを画面下に落としてしまうと、ミスとなり、ストックを失う。ストックがなくなるか、全33ラウンドをクリアすると、ゲームオーバー。最終ラウンド以外は制限なく、コンティニューが可能。バウスは両端に半円状のパーツがついており、その先端には点滅して光るパーツがある。 エナジーボールをバウスで弾き返すとき、これらのパーツに当てると、中央部に当てたときよりも低い弾道で反射する。また、バウスの左右よりにエナジーボールに当てると、必ずその方向に弾き返す。一つの面のプレイに時間をかけすぎると、永久パターン防止のため、エナジーボールのスピードが次第に速くなる。バウスは、初期設定で三ストックとなっており、二万点、六万点、 到達で1ストック追加以降6万点ごとにエクステンドとなる。破壊することが目的となるブロック。通常のスペースウォールは全6色ある。どの色も1回ボールを当てると破壊でき、色ごとに壊した時の点数が異なる。ハードボールは耐久力があり、何回かボールを当てることで破壊できる。耐久力はラウンド8までが2回、以後8ラウンドごとに、 耐久力が1回ずつ増え、5回まで上がる。先のラウンドに進むほど破壊した時の得点が高くなる。アイテムは入っていない。イモータリティボールは破壊できないブロックで、残っていてもラウンドクリアに影響しない。画面上部の2箇所にハッチがあり、ハームフルと呼ばれる敵が出現する。エナジーボールが当たると破壊されるが、ボールが不規則な方向に跳ね返る。 バウスに接触しても影響はなく、ハームフルだけが破壊される。アイテムは特定の通常のスペースウォールを破壊すると出現する。取ると各戦点。印のアイテムは取得後に別のアイテムを取っても効果はキャンセルされない。アイテムが出現するブロックの配置は決まっているが、アイテムの種類はランダムである。また、画面上に他のアイテムが出現している間や、 ディスラプションによってエナジーボールが画面上に2個以上ある間はアイテムは出現しない。アイテムによるバウスの各種パワーアップの効果は次のラウンドには持ち越されず次の面に進むとバウスは初期状態に戻る。これは以降のシリーズでも同様。最終面であるラウンド33に登場する最終ボスでモアイの姿をした大要塞。母船。 アルカノイドを破壊し、バウスを自ら作り出した、異次元空間に閉じ込めたすべての元凶。口から弾を吐いて攻撃してくる。設定上で銅は、ドミネートオーバーアワーの略。ボールを16発当てると、撃破できる。銅の耐久力はミスすると戻り、ボールを1発当てるごとに1000点が入るため、ハイスコアを狙う場合は、バウスのストックがある限り15発当てて、 ミスをするという行為を繰り返して、得点を稼ぐことになる。その他、コモドール64、ZX スペクトラムなど海外で著名な、ホビーパソコンでも発売された。1987年6月に稼働した、シリーズ第2作目。採用基盤は、エクスターミネーションやドクタートッペル探検隊と、同仕様のセタ設計基盤。基盤の仕様が前作より、スペックが上がり、 前作に比べてトラックパドルの操作角に対するバウスの移動量が増えたためエナジーボールが左右に振られても手首を無理な角度にひねることなく対処が可能となり操作性が向上した。全34ステージ。本作では移動する各種ウォールや一度壊しても一定時間で復活するハードウォールなどが登場する。後者は各面のクリア条件には含まれない。 また、ハームフルも分裂するものや倒せないものなどバリエーションが増えている。ラウンドごとに初期状態で破壊可能、かつ復活しないスペースウォールを全て破壊、またはブレーク取得後、左と右に出口が出現し、脱出した方向によって異なるステージをプレイすることができる。左右で難易度、得点が異なり、戦略性が増している。ただし、 工日の中ボスラスボス面などでは左右どちらに行っても同じステージとなる。なお、通常のクリア方法に加え、エナジーボールがはまってゲームが進まなくなってしまった時のための救済方法として長時間状況が進展しないと出口が開くようになっている。アイテムも前作から引き継いだものと追加変更されたものがある。前作から時が流れ次元要塞動画復活した。 巨船、ゾアグに救い宇宙に迷いた。アルカノイド型巨船、ミックステックは先制、スペースクラフトバウス2をゾアグに向けて発進させた。戦いの過程で途中で、バウス2に立ちはだかった敵の頭脳が逃亡するが、実はそれこそが復活した銅の本体で、これを倒すことでゾアグごと爆破して、バウス2はミシティカに帰還したのだった。十七ラウンドは中ボス面で、 ハームフルを吐き出してくる中ボスに対して256回エナジーボールを当てるか、その吐き出し口からエナジーボールを打ち込むと倒せる。倒すと内部の頭脳が逃亡する。最終ラウンドでは、オープニング同様どうと戦うが倒すと、先ほどの頭脳が中から登場して、ラスボスとして立ちはだかり、ボールを当てると玉となって落下してくる5つの触手で攻撃する。本体が弱点。 FC 版は、ファミコン通信クロスレビューでは7、7、7、6の27点。レビュアーは、前作より、ギミックやアイテムが増え遊びがいがある、ボールのキープ時間が心持ち増えた感じがする。今までのようなブロック面だけでなくドロドロした面や、エディットもあり魅力十分。一方で新要素はあるがゲームとしては一直線上で、敵の動きがおざなりになっている。VS モードの面は、 もっと多くできたのではないか。最初の面について簡単すぎて、デモにした方が良かったのではとするものとあれをクリアしないと、本来のアルカノイドが始まらないのは、憎い演出だとするもので分かれた。1997年3月に稼働開始したシリーズ第3作目。またもや宇宙の中に独自の異次元空間を作り出した銅をバウスが倒しに行くのが目的。 最終ラウンドで銅を倒すと大爆発とともに、バウスは元の宇宙空間に戻り、帰還するのだった。ノーマルブロックハードイモータリティーブロックその他ノーマルな敵はアルカノイドドウイットアゲインと同様の敵が出現する。なお最終ボスの銅はデザインと攻撃方法が一新されている。セルレ大佐を中心とした人類の生き残りは、自分たちの住む星を探して何年もの間。 宇宙空間をさまよっていた。しかし、新しい惑星を見つけるたびに、いつも銅によって、行く手を阻まれていたのだ。そして新たに、惑星探知機が、地球に似た星を発見した。そこで、セルレ大佐は探索船バウスを発進させたが、そこにも、銅の間の手が伸びていた。求める惑星を手に入れるためには、数々のスペースウォールを破壊していかねばらなく、突破しても、 それらは銅の復讐心によって作り出した幻だった。3回目にして、ついに真の銅を完全に打ち破り、探査船バウスは、星の地上に降り立ち中にいた乗組員たちも外の様子を確認した。本船も上空に到着して求めていた水と緑の豊かな惑星を手に入れることができた。人類たちは、これを記念して、かつての過ちを決して繰り返さない。 人と環境は共に共存すると新たな星に対して誓うのであった。今回の敵はアルカノイドリターンズにも引き続き登場する。ゾロ目の面に登場する。2007年12月6日発売。新作と過去の作品に登場したステージを織り混ぜ、全140ステージが収録されている。基本的な操作はそのままに、世界観はほぼ新しく構築し直されている。 ハームフルも出てこない。タイトルのロゴは新しく作り直され、ハードの画面構成に合わせて、ブロックの形も従来の長方形から正方形の形状に変更された。専用のダイヤル式、コントローラ、パドルコントローラ DS が周辺機器として同時発売された。BGM はズンタタをはじめとしたゲームミュージックコンポーザーが務めた。また、発売記念イベントでは、 大山信夫がゲストとして招かれ、その腕前を披露した。ゲームモードは以下の通り、以下のアイテムは廃止された。しかしブレイク、プレイヤーエクステインド、サンダーはアルカノイドプラスに登場している。ノーマルブロックハードイモータリティブロックその他、スタート画面で、クリアゲームのゾーン VWXYZVZ をクリアすると聞ける、謎のコマンドを入力すると、 メニューに登場する各種ラウンド。クリアゲームのゾーン名はアルファベットに対し裏の井戸の、ゾーンはアルファベータと、キリシャ文字となっている最初は、ゾーンアルファの5ラウンドのみとなっており、クリアゲームと違って、オプションのショップでゾーンを買うと裏の井戸の続きができる。ゾーンベータゼータまでは1000ゲームポイント、ゾーンイータ、シータ、イオタは、ボスラウンドがあり、各1500ゲームポイントで売られている。 ただし、最初から全部一遍に変えるわけではなく、最初は次のステージベータだけが変え、ステージベータを買うとその次のステージガンマと次々に変えるようになる。アルカノイドプラスは2009年5月26日よりダウンロード販売開始されている B-Wear 用ソフト、全61ラウンド、VS モードや時間制限のあるタイムリミットモードを収録している。 ニンテンドー Wi-Fi コネクション有料サービスにより、追加の61ステージの購入が可能である。TBS で2009年4月5日に放送された、テレビ番組、ドアーズ2 0 9ムのアトラクションの一つとして、アルカノイドが登場した。操作は、足元のセンサーを用いて行い、プレイヤーが左右に移動するとそれに合わせて、バウスも左右に移動し、プレイの様子は、巨大モニターで映し出される。 バウス3期を失うまでに得たスコアを競う出現アイテムはディスラプションエキスパンドのみ。また、東京都港区赤坂の赤坂サカスで2009年3月20日から4月19日まで開催されていた春のイベント、花サカスでもドアーズの番組体験やアトラクションとしてアルカノイドがプレイできた。プレイ料金は1回300円。 世間でもレトロブームの兆しが見えていた1986年当時、真っ先に波に乗る形で発売された本作のヒットがきっかけとなり、ブロック崩し以外のゲームも様々なメーカーでリメイクが行われることになった。しかし、盗作以外は大きなヒットまではいかず、自然に収束した。リメイク時に見られる共通の特徴を再度並べれば以下の点が挙げられる。 いかにこの条件に当てはまるゲームを挙げる。ただし、これらは1970年代のオリジナルを1980年代半ば頃にリメイクしたもので、より高世のリメイクは除外している。ありがとうございます。